はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価、お願いします。今回は東京都の技術職の正社員2.5年目、33歳の方の給与明細です、えー。仕事内容は、主に発電所、価学、プラント向けのエアドライヤー装置のメーカーで、えー、機械設計職に従事しています。装置の課題、配管、タンクなどの設計、工場への手配、製品検査を担当しています。 必要な資格やスキルがオートキャドとトップソリッドなどの 3D キャドの技術勤務時間が9時から19時で残業は1時間程度収入が月収32.7万年収550万ボーナス73.8万が年2回メーカー職になりたい方へのアドバイスとしては設計職ですので主な成果物は図面になりますが図面に間違いが1つでもあると く、えー、りは正しくできません、えー、図面には何百もの情報が記載されておりそれらを一つ一つ確認するには根気と慎重さが必要ですそれらに適性がある人は向いていると思いますで給与明細です、えー、基本給が、えー、26万6700円資格手当2万2000円住宅手当1万7500円家族手当2万800、えー で総支給が32万7千円そこから工場が引かれて手取りが25万2725円となっています、えー、今回は、えー、発電所などに向けた、えー、エ,アエアドライヤーを作るメーカーの方の企業明細でした、えー、まあ、えー、2.5年目にして、えー、基本給26万超えと、えー、かなり給料高い感じです まあ、えー、大卒だと思うんですけど、まあメーカーの設計とかをしている方だと、まあだいたい大手だとこのくらいもらえるので、まあ、やっぱ勉強を頑張っていくのは大事かなって思います。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。